は、日本の女優である。本名は、伏見直江。初期芸名は、藤間照子、霧島直子。1908年11月10日、東京府東京市深川区門前中町、新派の俳優、伏見三郎を父に、伏見直江として生まれる。伏見信子は妹である。1910年代初頭、3歳になる頃には、父の旅芝居で、 初舞台を踏んでいる。1923年、父の一座から離れ、後に、築地小劇場と呼ばれる、幼いカオルの劇団の研究生となる。同年、兵庫県芦屋の帝国キネマ園芸で、松本栄一監督の山の力に、藤間照子の名で出演し、映画界にデビューする。1926年、松本栄一監督の銀の雨に、 霧島直子の名で出演、以降、同社での芸名となった。市川桃之助取り周りをやるのやらないので揉めて、三角稲を退社。1927年、番妻、立花、ユニバーサル連合映画に移籍、伏見直江と芸名を変更、小沢徳次監督の、兄貴で、後の東方のプロデューサー氷室鉄平と共演する。同年、 日活渦ずまさ撮影所に移籍伊藤大輔監督の中時旅日記御用編等に出演する。これが出世作となり、妖艶な女優として人気を得た。第二次世界大戦後は、伏見直江はじめ座を結成、海外公演を果たす。1950年、10年ぶりに映画界に復帰。 冬島大蔵監督の女左前椿名部刀流の巻に出演。1972年にも、勝慎太郎監督の新座投資物語折れた杖に老婆役で出演している。1970年代に映画評論家の辻久一は、大阪、曽根崎新地に店を出している。晩年の伏見直江を訪ねたことがあると記している。 1982年5月16日、死去した。満73歳没。日活時代劇の大スターとして、大河内伝次郎の相手役を務め、伝謀な役をやると制裁を放ち、猛言女優として高い評価を受けた、演技派だった。が、旅回りの生活で、小学教育を受けられず、妹の伏見信子と共に、ある時期まで文盲だった。 肘方梅子によると、築地小劇場に来た時にはすでに相当の演技力を持っていたが、築地のように台本を使って稽古する経験がなく、字が読めなかった。それでも、とても明るい性格でみんなに可愛がられ、手の空いている人たちが変わり合って、この姉妹に小学特本を教えたという。ありがとうございます。